な感じかなと思ってます。仲いるよ。私がちょっと気になってちょっと落ち込んだので、そこにあの人が来て、バイバイ、一緒に歌ったりライブをしたりだったんですが、気になっていたようなピアノとちょっと寄ってきて、こう見るんですね。ですから、まあ、ドレミから始まって、それこそドレミから始まり、ドレミに至ってますけれど、とにかく歌は好きな方に育ってるんですね。無理な話でしょ。ちょっと一緒に暮らしてないんで、普通に生活してます。